どうも始まりました。もう一回いけ。もう一回です。どうも始まりました。ゴージャス動画です。私がゴージャスでーす。アシスタントは河野マリカでーす。マリカちゃん。はーい。ということで、おうちでゲームでございますね、今回も。はい、行きましょう。はい、ということで、今回もスタッフ呼んでみよう。栗原。はい。来た。栗原、はい、ということで今日もマリカちゃんとボードゲームやっていくわけだな。はい、今回はまたボードゲームアリーナの方を使用しまして、はい、お邪魔者というゲームをやっていきたいと思います。お邪魔者。はい、ということでございまして、もうちょっとね、家にいながらでボードゲームアリーナという、ね、サイトで、ね、オンラインで戦えるという、なんか画期的な未来的な感じだよね。そうなんですよ。なんかお家、うん、あの普段ゴージャスさんとスタジオでゲームしてる時も思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱりリラックスしてゲームってやるじゃないですか、うんうん、それがお家でできちゃったらもうこれはプライベートなのではって一瞬考えちゃうんですよね、うん、あ、仕事じゃなくやってるの。そう、リラックスして、ね、はい、マリカちゃんリラックスしてるかもしれないけど、俺はいつ自分家の子供が入ってくるかっていう緊張感でやってるからね、うん、そうなんですね。ね、うん、すげえ、バリケード張ってるからね、あっちでも。衣装ケースが入って。あ、でも、いざとなったら、ゴージャスさんだけちょっとブラックアウトして、声だけ出演ね、なりますから。あ、最悪、いや、違う違う、ここで乱れるかではなく、じゃ娘に乱れるかどうかだから、別にここ、あんま関係ないからね。そっか、うん、お子さんに顔見えちゃいけないんですもんね。そうそうそう。うわー、そういうなんか秘密のヒーローみたいな感じで、そういう漫画ありそうですね。そういう漫画でもマリンカちゃんもさ、隣の部屋の猫がいつ入ってくるか分かんないでしょ、ってこうガチャッつって。あ、でもカリカリ、我が家の猫はドアノブやらないんですよ、うん、なのでカリカリするんですよ、うん、開けてーって、うん、なっちゃうから、うん、コキもう開けてすでにこっちの部屋に入れました。なのでこの辺に来るかも、そうです、この辺に来るかもしれないですけど、今は結構のんびりしてます、うん、のんびりしてすげえ、はい、ヨキュンは犬でマリンカ猫ってすごいなんかいいね、うん、いいですよね、ペットがいる、うん、それぞれね、はい、うん、はい、ということでじゃあボードゲームやっていきたいと思います。画面変えましょう、こちらです。ドーン。はい、ということでお邪魔者始まりました。はい、画面は栗原のものでございます。はい、これは役割が石膏掘りとお邪魔者、はい、この上の自分の役割のところですね、はい、うん、まあ、このゲームの目的はこの真ん中の今道が置いてるカードがあるんですけども、うん、ここがスタートになります。スタートで、7枚分のカードのスペースを置いて右側の3つがのどれかがゴールになります。ゴール、金、ね、この3つのうちのどれかに金が隠されてますので、はい、そこへたどり着けばポイントとなります。はい、うん、でこのゲーム実は役割がございまして、すごい、金庫掘りとお邪魔者ですね。で自分の、役割の欄で確認できるんですが、はい、金庫掘りは金のカードまで道をつなげることができればポイント獲得となります。はい、でお邪魔者の役割の人はこの山札がすべてなくなった状態で道をつなげることができなくなったらお邪魔者の勝利となります。ということで、はい、はい、まあ、基本的なルールはそんな感じですね。そんな感じ、順番に道を置いていくという方になります。はい、やりながらちょっとご説明していきましょうか。はい、はい、ではマリンカさんのターンですね。私ですね。あー、でもまずどこに向かおうかよくわかんないので、うん、とりあえず真ん中の道を伸ばします。はい、はい、はい、次私でございます。私は本当に親の代から金庫掘りでございますのでそうだった。宝の地図カード、目標カードを使いまして、はい、この3枚のどれが金なのかちょっとね見ていきたいと思いますよ。真ん中、はい、これが今宝の地図カードですね。はい、これを使った人だけがこのカードの中身を知ることができます。皆さん、うん、真ん中に金があります。私はもう本当親の代から、先代から本当に純粋な金庫掘りですから。それが嘘くさいんですよ。いやいやそうですね、こうやって宝の地図を使ったカードを使って
情報を共有していただいても大丈夫なんですが、うん、もしその人がお邪魔者だった場合、うん、嘘をついてるということになりますので、うん、まあそこら辺の駆け引きを楽しんでいただければと、いや本当親の代から本当に、いやでも真ん中に金があったってことですね。真ん中ですよ、真ん中です。そんなすぐ金見つかるかな。いや3分の1のかけと俺は引き当てていくよ俺は。マリンカちゃん、はい、ちょっとでもいいカードがないので捨てます。で各プレイヤー、ツルハシとランプとトロッコを一応所持してるという形になりまして、これらをカードで壊すことができるんですね、うん、破壊カードっていう、このカードでもし自分の道具を壊されてしまうとそれを直すまで道を置けなくなってしまいます。修理カードがございますので誰かに直してもらうか自分で直すかするまでは道を置けないので、できるアクションとしては、それを直すかもしくは自分の手札から1枚カードを捨てていくか、どちらかのアクションしか行えられなくなってきますので、はい、では私のターンですね。で今はまだ、いいカードがないので捨てていきたいと思います。出た、私もちょっといいカードないので捨てます。これみんな真ん中向かってるっていうあれでいいのかな。うん、でも選択肢を増やしてる状態ですね。下にも道があるから真ん中行きますか。でも全私は本当に嘘偽りなく真ん中ですから。え、でもこれで嘘偽りない、うん、もし嘘ついてたとして、うん、真ん中にたどり着いちゃったらゴジャさんの一人勝ちですもんね。そうですね、嘘ついてたら。でも これをでも本当に嘘だ嘘だっていう風に生やし立てるやつは俺はそれはお邪魔者だと思ってる。なるほど、そうやってそういうことになるんですね、うん、アプリ出してるから俺今現状ではマリンカさんが怪しいと、うん、なんかやいのやいの言ってるから出まーす。でもクリちゃんさんの可能性もありますから。栗原はでもその説明する手前自分がお邪魔者だったらちょっと一回やめましょうって言うはずだよ、正義感から。そうなのか、うん、いやいいカードが出ないですね。勝者はね、クリちゃんさんがどっちかっていうの知ってますからね。そうですね、まあ、現状怪しいのはマリンカさんですかね。そうね、いや、ちょっと待ってください。やいのだって、いや、私ほんと地図カードがないから信じられないんです、ゴージャスさんのことが。いや、あ、確かにそう考えるとゴージャスさんが怪しいですよね。そうですよ、いや、そんなに、だって3分の1でそんなすぐ見つかります？やっぱ引き当てるから。引き当てたんだ。芸能界の運をこういうとこに使うから。いいカードがないな。ないね。ちょっと通路がちょっと行かないな。一応ですけど前進しますよ。あら、ちょっとあれかな。まあ、ここから枝分かれもねできるかもしれませんから。そうですね。怪しがられちゃったからかな。違います。私か。私が。うわー。やだな。捨てチェーンです。はい、ちょっとどんどん行きましょう。はい。はい。一応下にも行けるようにこれ繋いでおこうかな。一応下にも行けるように。いや行く必要ないでしょ。いや、だってゴージャスの嘘ついてるから。やいのやいの言って。そんなやいのやいの言うやつは。いや、だんだん俺ゴージャスさん怪しくなってきましたよ。そうですよ。カード選ぶ。いや。本当にやいのやいの言うマリンカちゃんが怪しい。押してやる。え？真ん中だ。真ん中立つってだから。いやもうこれ確定ですよ。ゴージャさん怪しい。いや。ですね。いや下じゃないって。カードなんて。いや真ん中だって壊すカードはちゃんとみんな見せないといけないでしょ。下行きましょう。いや下行くんじゃないって。これは怪しいぞ。くり考え直せ。本当に真ん中なんだって。考え直せ。本当に俺は本当に親の代からなんだから本当に。あれどうしたんですかゴージャさん。道真ん中なの本当に。真ん中なの。これすごい怪しいゴージャさん。確定じゃないですかゴージャさん。真ん中なの。君たち。ここにも道を増やしておこう。君たち。真ん中なの、本当に真ん中。決まりましたね、もう、お邪魔者が。いや、ちょっと待ってくれよ。真ん中なんです、皆さん。いいですか？信じてください。いや、もう信じられないな。いや。ちょっとこれ壊しておこう。栗原、騙されんな。うわ、持ってんじゃねえか。持ってました。
真ん中なの本当に君たち。うわー、真ん中なの。いやだったらご自身で真ん中まで道をつなげばいいじゃないですか。つなぐ道がないんだもん。お邪魔ばっかりするってこと。お邪魔ばっかり違うんだって言ってるのに。真ん中なの。タクシー班ですね。そうなんだもん。真ん中なんだって。でもこれ下でもなくて上だったらどうしよう。いや真ん中だからずっと言ってますけど。ちょっと私一回地図出たので下を確認してきます、うん、はい。下が地図、あの宝かどうか。あー下じゃなかった。え、下じゃなかったです。真ん中だっつってことは上じゃないですか。ってことは上だ。待って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 栗原、はい、栗原お前か。栗原ですか。お前か。ですか。お前、お前がマリカちゃん、栗原だ、はい、栗原がお邪魔もんだ。なんでそうなるんですか。いやいや、そうです、ゴーダさんかもしれないじゃないですか。違う違う、栗原ショックですよ。お前はこうだ、お前はこうだ。あら、何を。え、何してるんですか。トロッコぶっ壊しちゃったよ。お邪魔者じゃないですか、もう完全に。違う。お邪魔者じゃないですか、だって。真ん中だって。一回騙されたと思って真ん中行こう、みんな。いや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 、真ん中行ったら終わっちゃうから。終わんないって。終わっちゃいますよ。ひどい。トロッコ壊れてるって、マリンカで真ん中行こう。トロッコ壊れちゃった。私ここに。いや、上じゃないって言ってたから。何をやってるの、君は。いや、でもゴージャスさんが真ん中の道ご自身で塞いじゃったんですよ。そうですよ。そうですよ。いや、これは真ん中、あなた下行こうとしてたから俺が止めたんですよ、これ。止める必要なかったんですよ、真ん中に行きたいんだったら。止め方が強引すぎますよ、ちょっと。そうなんですよ、もうお邪魔者がすることですよ。口で言っても分かんないんだったらやるだろう、それ。えいって。これで、あとちょっと。いや。上じゃねえっつってた。誰かトロッコ直してください。トロッコないんだよな。上じゃないの、これ下だっつってた。うわー出た、ゴージャスさん。下だっつってた。本当ですか。本当に下。いやなんとか。カードないんだよな今。真ん中調べておけばよかったかな。なんで2回調べんだ、俺がそうだっつってた。ゴージャスさん直してください。どうしよう、どっちにしようかな。え、もしかしてこれ今ちなみに破壊するカード持ってる人いますか、うん、道を。破壊できます。あ、できますか。え、じゃあクリちゃんさんのトロッコ直してあげてくださいよ、ゴージャスさん。ちょっとカード捨ててパスします。栗原、何で栗原がお邪魔もんじゃないんだな。違います、ゴージャスさんがお邪魔もん。いや、俺はお邪魔もんじゃないから。本当ですか？じゃあゴージャスさんを信じたとして真ん中に向かう道はもうでもなかなか。よし、じゃあこれ使うよ。いいだろ、ほら。あ、直った。そしたらじゃあ道を壊せばいい。ここ一番右上のカードを壊せばいいんですね。そう、どうします、ゴージャス。いや、どこだ、そのまま行きなさいって言ったから。あ、間違えた。あ間違えた。え？あれ栗原、あれ壊す道は違えた。なわけないんだ、栗原さん。栗ちゃんさんだ。これも栗ちゃんさんですね。栗原だな、間違えるわけないんだよ。あれでもってことは、でも道がなくなっちゃったから、うん、どうしたらいいんだ。今のところ一回つない、ダメだ、今のところを塞がないとつなげられない、次につなげられないから済んだ。いや、積んでない、大丈夫。あ、そうか、もうゼロ枚だ、デッキが。そうです、もう新しいのは引けない。今あるカードでどうにかするしかない。待ってくれよ、栗原とんでもねえことしてくれたな。栗ちゃんさん、違います、僕は金庫掘りです。いや、もうこれ、今から信じるは無理ですよ、ちょっと。栗原さんには、いやいやいや、ちょっと黙っておいていただいて。栗原さん、アーリンカさん、いやいやいや、クリちゃんさん、もうそれはちょっと、あれ、私でも聞きますよ。ここの十字ができないとダメだね、十字か。そう、うわー、ダメだ、全部捨てる。
でも絶望、絶望ですね、これ。絶望だ。私もじゃあ、捨てます。出た、クリアなお邪魔者。もうだ、説明のやつがお邪魔者だ、ダメじゃないか、これ。もう最初から、じゃあお邪魔者だって分かってて、うん、みんな私たちが喧嘩してるのを見てたんですね。あと、全部で3ラウンドありますので。よし、じゃあラウンド2でいこう。はーい。はい、ではまず自分の役割を確認してください。はーい。じゃあ、ゴージャスさんからですね。よし、行くぞ。はい。とりあえずはまあね、じゃあ、私は金庫掘りでございますからね。うん。ちゃんとした仕事をしますよ。なるほど。はい、ではまず確認していきます。おー、いいな。真ん中にはありません。ない。いや、もう信じられないんだよ、もう。前回もあるから。でも役割入れ替わってるかもしれませんからね。そうですね。マリカちゃんがお邪魔者ってこと？え、いや、ゴージャスさんがお邪魔者かもしれない。いやいやいや、僕は本当に祖父の代からだから。祖父の代。上が増えた。一応じゃあ道作ってますか。うん、そうですね、うん、選択肢増やした方が。真ん中じゃないって言ってたかな。今度は上を見ます。あ、すごい、地図カードめっちゃ持ってる。上もありません。下ですね。わかりました。ちょっと私地図カード持ってるから下見てみます。うん。あー、これそうだよな。これこれそうですよね、きっと。黄色いから宝です。黄色のやつですね。ってことは下が宝です。ゴージャスさんは縄文ですね。ゴージャスさん、違う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 。今、クリちゃんさんと完全に繋がった気がします。いや、栗原がお邪魔者でただ嘘を言わなかっただけかもしれないよ。俺だって本当に、俺はもう栗原をもう疑ってるから。もういやいやいや、こうしてやる。なんて言ってるんですか。それは壊れた。こうしちゃったよ。お邪魔者じゃないですか。いや、これは本当に直せますよ。やったー。なんだよ、下だ下だ。下じゃない、本当に下。下です下です。下行くよ。じゃあ俺は信じるよ。お、信じてくれるんですか、お邪魔者なのに。俺お邪魔者じゃないって。俺お邪魔者じゃないよ。お、何してんだよ。ランプ壊しました。なんでランプ壊すんだよ。ゴージャスさんお邪魔者かもしれないです。じゃあお邪魔者じゃないよ。いや、ちょっとダメだ、ランプ直さない。マリカちゃん、ランプ直してもらっていい？だってお邪魔者なんですよね。お邪魔者じゃないって、マリカちゃんが怪しいんだよ、俺もう。お邪魔する人はちょっといない方がいいですよ、だって。いやいやいや。そうですよ。マリカちゃんが。どういうこと？なんでそんなことするんですか？完全にお邪魔者じゃないですか。いやいや、もう俺は、ひどい。ひどい。俺だけの力で道を掘っていくから。今、クリちゃんさんが。チョークをしてるな。あれ？あれ？ちょっとカードの使い方が。ああ、ありがとうございます。直った。いや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 、栗原違うぞ。え？栗原。これどう？マリカちゃんお邪魔もんだぞ。違いますよ。下にクイッと行くカード欲しいですよね。ある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 。そうそう、ね。え、あるんですか？あるから。いや、道のカードが全然出ない。そうなんですよ。道あるんだよ。全然ない。道あるんだって。ランプ直してくれって。だって邪魔するんだもん。邪魔しないよ。じゃあ、ゴージャさん、クイっていうカード持ってるんですね。クイってカード。クイってカードいっぱい持ってる。本当ですか？うんうん。じゃあ、直しますよ。うん。直しました。直った。お願いします、クイってカード。おぉ！あれ？優しい。いや、俺だってお邪魔者じゃないもんだって。え、本当に？あとちょっとー、これです。どうよ、これ。行ってください。はっ、え、おぉー、やったー。え、あれ？あれ？全員金庫掘りだったんですね。なんだそれ。なんだそれ。すごい。なんだったんだ俺たちが。なんだったんだ。放送は。でもだってゴージャスさん、なんで金庫掘りなのにあんなに邪魔してくるんですか？いやいやいや、ゆっくり。違う違う違う、ちゃんと疑わないとダメだってこのゲーム。そうですけど。はい、ではラスト3回戦ですね。はい、よし。はい、ではまずはチーズを使っていきます。はい、いないじゃない。上にありました。おお、行こう。上だ上だって。クイってカード持ってるので上にクイ。お、クイだな。紛れもなくクイ。行こう。
これを使ってストレートだ。あれ、おお、上にね。はい。クイックイッとね。そしたらクイッと。みんな金庫掘り？いや、みんな金庫掘りがその2回も続くとは思えないな。いいカードがないな。これを捨てます。来た。あ、上です。あクリちゃんさん疑って上を確認したんですね。ひどい人だ。ひどい人だ。いやいや、それをちゃんと確認しないと。これじゃみんな金庫掘りだよ。そうかもしれない。本当に。これをどうしようかな。どうした？なんか道のカードを、うん、これを捨てます。はい。よーし。犯人の動きはないな。カード捨ててパスします。はーい。私もこれをこれを捨てよ。いいぞ。パスします。お。ちょっとじゃあ、うん、これを取り除きます。え、あれちょっと待って、あといらないかなと思って。いやいやいや、ありがちゃん、はい、あなたください。なんでそんなことするんですか。あなたですね、あなたですよ。なんでなんでそんなことをするか。あなたがお邪魔者だから。ちょっと待ってください。もっとあるでしょ。もっとわかんない感じでやったりとか。私はやるべきことを。もう見つけちゃったよ、もう。どうしよう。待ってくださいよ。何？上じゃないかもしれないじゃないですか。二人が見てんだ、二人が。二人が見て上だったら上だよ。なんて。待ってください。ちょっと。よし、来たよ。ああ、どうしよう。一回本当に二人とも思い起こしてください。本当に上でしたか？いや、本当に上だった。本当だよ。土色してませんでした、その金塊。あれしてたかな。いやいや、騙されんな。じゃあ、来い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 。来た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 。いいぞ、ついてるぞ。カード上がってきた。マリンカさんを直したい気持ちは山々なんですが、はい、やっぱ真剣勝負ですからね。そうですね。はい。あー、オッケー。全然、もう全然ダメだ。ほら、お邪魔者だった、ほら。そもそも、そもそも同じカード確認しちゃダメなんですよ。いや、ダメじゃないよ。ダメじゃないけど、やっぱそう、本当にそうなのかなって、信頼を得るためにやった。なるほど。うん、そういうことでございます。はい、こちらの順位となりました。はい、はい、ということで、はい、お邪魔者、面白いですよ、これもね。これも多分もっと人数が多い方が楽しいかもしれないですね。人数多いほど、これ人数多いとお邪魔者も増えるってことね。そうですね、人数に対応して、5人以上だと2人以上お邪魔者が出てくる可能性がありますね。はい、おー、そうかそうか。はい、ということで、こちらお邪魔者はボードゲームアリーナ、はい、はい、こちらの方でオンラインでも楽しめますのでね、皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、マリンカちゃん、はい、わかりやすかった。いや、下手なんですね、もう。急に道壊した時はもうすぐわかっちゃったもん。あ、先にゴージャスさんのランプとかを壊しとくべきでしたね。うん、そうね、壊せばいいかったもん。それ壊すときちゃんと何か何癖つけなきゃいけないからさ。いや、だって2人がもう地図見ちゃったらもうもうじゃない。はい、ということで次回も、こちら、ボードゲームアリーナの方から一つやっていきたいと思いますのでね、お楽しみにしていてください。本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。